ケルマーンシャー州はイランイスラム共和国の州の一つ、同国の西部に位置し、イラクと国境を接する。1979年以降1990年代までバーフタラーンという名称であった。州とケルマーンシャーは人口約69万、北緯34度18分統計47度4分西部イランの移動的にほぼ中央部に位置する。 有名な空ヘセフィードの山腹にあり、海抜1420メートル、サラー部下国に沿って10キロメートルにわたって広がる。テヘランからの距離は陸路525キロメートル。穀物、米、野菜、果物、死亡種子を産する豊かな農業地帯である。石油、砂糖生成、セメント、繊維、穀物加工などの産業もある。空港は都市の北東にあり、 クーロテヘランから4 1 3トルであるターゲボスターンのレリーフ。中央に立つのはアルダーシール3世。左にアフラマズダー、右にアナーヒターが掘られている。発掘により、旧石器時代以来、この地域に人が住んでいたことが明らかになっている。ケルマーンシャー州には多くの遺跡がある。特にハカーマニシュアサ、サーサーン長期に栄え、支配者によって、 特段の配慮が払われた。ケルマンシャーは古代からのイラン都市で伝説の王朝ピーシュダードアのタフモレスリーブバンドの建設した街だという。本格的な建設は4世紀、サーサーン朝のバハラーム4世ともする。ホルミズド4世、ホスロー1世1下、ケルマンシャーは福都としての繁栄は頂点に達した。アラブの信仰では大きな被害を受けた。後に、 サファビー朝下でも繁栄し、アフガーン族の侵入に伴う首都エスファハーンの混乱、衰退と同時期に、ケルマーンシャーは、オスマン朝の侵攻を受け、破壊された。イラン・イラク戦争では、ケルマーンシャー州は激戦地となり、多くの都市、村が被害を受け、サルポレザハーブやマスレシーリーンは、実際に破壊された。ケルマーンシャー州は寒冷地域と温暖地域の中間にあって、 山岳性ではあるが気候は穏やかである。夏は暖かいという程度で、最も暑い時で、平均気温は22度。降水は冬に集中し、年間総雨量は500ミリメートルである。州内で多く話される言語は、クルド語、ペルシア語、ロル語であり、アラビア語、トルコ語を話す人々もいる。このうちペルシア語が最も用いられる。 定住民の他周域全体に遊牧民もいる。イラク国境に近い山岳地帯にはクルド人が多く住む。ケルマーンシャー生まれの有名人に英国人の作家、ドリスレッシングがいる。父は英国将校でこの時期ケルマーンシャーに駐屯していた。ケルマーンシャー絨毯と呼ばれるペルシア絨毯が有名。他に米で作る菓子がある。ありがとうございます。